さあ、2021年、ナックデロック初回放送ということで、今週は、新年会、そのままお届けしようというところで、はい、スタートするメンバーも来てくれてます。じゃあ皆さん、明けましておめでとうございます。はい、せーの。明けましておめでとうございます。ということで、改めて、はい、紹介、自己紹介ということで、スタートするビュー根本花芽と、はい、ベースの柿沼と、ドラムの寺田と、パーカッションの某林でございます。そして、はい、いつものように久保田由美です。はい、ありがとうございます。はい、今回はね、まあ、1月4日の早い放送ということでしてですね、はい、まあ、4日が早いかどうかわかんないけども、まあ、新年会的にね、番組できたらいいなと思って、皆さんにも来ていただいてます。ありがとうございます。はい、まあ、ね、本当に2020年は大変な年になってしまって、もうコロナコロナコロナで ね、今年はそんな言葉も使いたくないと思いながらも、まだまだね、こんな影響が残っている中で、どう僕たちがね、この2021年を歩み作っていくのかというところで、ね、思いの丈を皆さんで語っていこうということで、はい、思いました。はい、僕は今年は里帰りもやめましてですね、はい、まあ一応兄貴から、まあ、はい、俺も高齢者だからっていう、あそういうことね、うちの兄貴聞いたらもう69か70かみたいなんですよ、うん、で、まあお前もなあれだし、病院からお医者さんとミュージシャンの、コロナが出ちゃったらたまんねえだろで、しょうがねえかって、うちは今年はもうなしで東京で過ごしてましたけどね、はあ、皆さんどんな年越しだったんですか。年越し、うん、まあ私は去年全部身内がいなくなってしまったので、ああもう静かに夢中、はい、うん、中で、うん、はい、やっております。ご自宅で。そうですね。テさんは、僕もあの里帰りとか特になく、うんうん、自分の家だけですね。カニ食べて、カニ食べ て静かに過ごしてます。これはやっぱりまあ、実家のお墓参りぐらいはちょっとお正月から行こうかな、うん、行ってた感じですね。まあ今年はそのなんていうんですか、初詣もね、多少分散するというとこあって、3日以内には行かない方がね、はい、いいということで、やっぱり、うん、オンライン初詣なんていうのもね、はあ、誰かしたのかな、そうあるって聞いて、それはちょっと私は考えなかったんですけど、ちょっと過ぎてから行こうかなっていう。あとなんか去年中にやっちゃうのもあったのね、ありましたね、というのも大宮のね、ヒカジン。僕去年作った年中模索のアルバムの中に、はい、同級生という曲が入ってるんですけど、うん、まあ、あれはもともとね、僕のもう一昨年になっちゃうのかね、亡くなってしまった、年末に亡くなってしまった友達に捧げようと思って、ただ、まあ、暗い歌作りたくなかったんで、高校時代の話にしようというところでね、うん、まあ、フィクションで作って、ただ最後に出てくる山口くんだけは実在の人物だったんですけど、 それは彼は不動家高校の、隣っていうか近くで総願寺というお寺のご住職で、まあ高校時代はそこそこに悪いやつだったんですけど、ね、あとやっぱりね、仏教で身を心も清めまして、とてもすごい、僕も毎年ね、お参りには行ってるんですけども、それでその彼から去年の年末ぐらいに、電話かかってきて、はいはい、でまあご住職お坊さんの集まりに行ったらしいんですよ。で電話かけてたのはもう夜中だったんですけど、はい、悪いなこんな時間にって言って、どうしたどうしたって、うん、いや同級生嬉しかったよって言って、悪いな、うん、悪いな、あれ横須賀のことだろうって言って、まあだから僕の友達のね話も彼にもしてたから、うん、なんで俺の名前なんか出しちゃってんだよ、嬉しいじゃねえかよ、ずっと酔っ払って、酔っ払って、ベラベラ、はい、しかも今さ、ご住職たちといっぱいみんなでいるんだよ、それでさ、俺さ自慢しちゃってんだけどさ、これからさ俺の携帯に同級生あるんで、みんなに聞かせていいかな、聞かせていいかなってさ、なんでこんな自慢してんのか、そりゃ自慢してんじゃねえかよって、もうだ、お前煩悩どこ行ったんだ、煩悩の塊じゃねえかみたいな。まあ人間ですからね。そうだね、嬉しい、嬉しいですよ、嬉しいですよ、聞いたんだけどね、うん、まあだからまあそういう去年はね、そういうなんかみんな僕のお友達でその、体壊しちゃったりした人もね、たくさんいたから、まあ健康的にはね、本当に気をつけなきゃいけないって言いながら、ただね、うん、何をどう気をつけていいかもわからないとおっしゃってますね、本当、うん、
やたら手を洗ってうがいして、もう手カサカサになるまで、あとマスクですよね。そう、まあとマスク、そうですね。これはまあ鉄則ですよね。うちなんか本当に受験生がいたらもう風邪も引けない、絶対引いちゃいけない、鼻水なんて出そうもんな、大丈夫みたいな、耳鼻科もいけないからねって、そうだね、そんな、そうでしたよ。でも気をつけてればなんとかなるんだなっていうのはね、思いました。ただ実際にはさ、そのなかなかよくテレビとかでも言うけど、そのあんまり気にしてない人のほとんどが、いやなんか近くにそういう人がね、例えば感染したとかっていう人がいないからっていう、知らないなという、実際に僕らもね、そういうまあ友達の友達ぐらいなもんで、すぐよく会ってた友達が感染したっていうのはそんななかったね。ないですね。だからそうすると警戒心も薄まってしまうのかもしれないけど、まあ何より僕たちはね、今年ツアーが始まるので、もう間もなくですよ、この1月4日の時点で。実際にはどうなってるか分かんないですけど、今僕らこの番組をね収録している時点では、はい、結構そういうね、はい、宇都宮から始まりますけども、はい、まあお客さんにとってはね、これは本当に大丈夫っていうところもあると思うんですけど、ありますよね、僕らはね今ガイドラインに従って、許可されている以上はやっぱりやりたいわけですからね、そのガイドラインに僕らは沿って、当然感染対策をしながら、まあ万全ね、ちゃんとね、はい、皆さんをお呼びしたいし、皆さんもそこの、予防対策感染対策をしながら見ていただきたいなっていうね、ちょっと余計な時間かかったりとか、いつもとは勝手が違うところもあるんですけど、そうですね、でもそれでもなんかね動いていかないことには、本当に音楽ってね、やっちゃいけないよっていうことを、例えば三密っていう言葉のね、三密で音楽は成り立ってたみたいなところがありましたからね、これを払拭しなきゃいけないっていうことで、そうですね、でもなんかやっぱりライブで生で見たい、本当去年はすごいそれを思いましたので、今年は絶対ライブで見たい、ね、もう全国津々浦々回りますんで、はい、埼玉もね、たくさん回りますし、はい、まあ本当にね、もう年が明けたんだから、パーンと引きましょう。パーンと。パーンと。もうしかないんだよ。本当にね。何かこう、これは面白そうだなっていうのがね、僕はね、はい、ツアーの内容はすっげえ面白いのできたと思ってるんで、楽しみにしてるよ、俺は。いつものスターダストレビューのツアーとはまた違うね、面白さと。はい、それとあと、まあ、ガイドラインの中で、はい、これはいけないです、こうならないようにしてください、こうしてくださいみたいなところを、それをわざと逆手にとって僕たちはこのツアーを進めますから、これは来た人がなるほどって言ってくれることになってるはずです。そうですか、なんだろうな。あとね、はい、もう予告編的に今後言っておきますけど、衣装びっくりしますよ、みんな。今みんなから一応リクエスト取ってて、まだこの時点でね、どういう最終的な決まり方はないんですけど、はい、一応こんな感じみたいなところでみんなに回して、で、あなたならどうするみたいなところでね、はい、ありましたけども、ありました、ちょっと変わってますよ。変わってますか。はい、面白いです。そうですか、なんだろう、なんかね、こうメニューリストが来た時にいろんなね、動きがある言葉が、説明書きが今回一番多かったんですかね。そうだね、ツアーやるのに説明しとかないといけないから、あのね、ちょっと お芝居みたいなところでやろうかなと思ってんのよ。それに合うような衣装、そういう設定をした方がみんなもこう分かりやすいかなみたいなところで、またこのお芝居っぽくするのには物語が必要じゃないですか、でこれさ、いつも僕がコンサートを作る時とかって数人のスタッフでいつも行くのはバーミヤンなのよ、はい、これバーミヤン、今年バーミヤンがないんだよ、ないって営業するよ、だけど行く機会がないんだよ。そっか、いつも行ってたから、そう、夜行けないんだから、そうだね、それでさ、お酒も飲まないでしょ、アイディア出てこないんだよ、ほんでうちのスタッフからさ、カナメさん、アイディア出るわけねえだろ、こんな知らんバーミヤンじゃねえしっていう、やっぱりいつもこう、もちろん何回もこういうのをアイディアっていうのは練るわけですよ、だけど最初は酒飲みながら、ああでもねこうでもねって、ただただもう絵空ごとね、書いたような適当な話をしていくうち、あ、それ面白いねって誰かが言い出して、だん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 集まってくるから、今回いきなり事務所のさ会議室から始まるわけだから、これじゃ何も出ねえよ、気持ちが飛ばない、遊ばないんだよね。そのやっぱり遊ぶ時間っていうのがすごい大事ですよね。あのね、心を遊ばせるっていうことかな。
うん、そこから始まったけど、まあでもね、なんとかね形は作ったけどね、もうこれはきっと例年とは全く違うスタートするようなライブを皆さんにお見せできると僕はね、はい、思ってますけどね。あ、もう本当にそれが俺は今年の一番の楽しみ、うん、ツアー回れることがね、うん、あの以前やってた芝居的なステージの形がちょっと戻ってくるってことなの。あ、まあでも俺が聞くのもなんだけどことなのって今クエスチョンですよ。いや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 、正直、まあ、その日じゃないね、もう日じゃない。ここまで大々的にやったことはなかったでしょっていう話だった。あ、そうですか。でそういう設定を作ることによって、もうあの腹から今回はこれはいけない、これはできない、こうしてくださいみたいなところを最初に織り込めるわけじゃない、うん、ね。だってさ、いきなりコンサートって盛り上がって始まるじゃん、うん、盛り上がっちゃいけないって言うんだもん今回、うん、声は出しちゃいけないから、ね、まあ、まずは拍手から、まあ、僕らはしばらくはコール&ノーレスポンスでっていうね、タイトルになってるけど、だからまさにそれをこううまいこと皆さんに知っていただくためには、これもねやっぱりバーッと行きたいですねってスタッフも言うけど、いや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 、もうそれやったらもうそこで終わっちゃうから、うん、そうじゃない演出の仕方を考えましょうっていうところね、こういうことをやるのにお酒が必要なんですよ。必要ですね。そりゃそうだ。必要です。やっぱり常識を外れるっていうか、なんだろうね、ちょっと外れちゃう、うん、気持ちを大きくする、うん、ちょっと遊び心をね、非日常をね、ボコボコさせるというか、うん、それがないで作ったからちょっと硬いんですけどね。でもまあ、あの、でも会議室でちゃんとこうお会いしながらミーティングできたわけでしょ。最近本当に、まあ、簡単だけどオンラインで済ませることが本当に多いんですよ、ミーティングとかも、うん、でも画面上でこうやってね、それはなかなか盛り上がらないですよね。オンラインでね、でこれ誰、清水美智子さんのコラムかなんかで書いてあったのかな、はいはいはい、オンラインでやるとセクハラがなくなるらしいんだよ、うんうん、なるほど、まあいい意味、そうね、いい、いいの、そうですか、ね、雑談が少なくなるらしい。雑談しにくいんですよ、やっぱちょっと番テンポ遅れるし。僕はだからそのオンラインではあの番組収録しかしたことないから、あ、分かんないけど、でも例えば僕らだったら、はい、番組だったら電話でもなんとかなるわけね、うん、だけどやっぱり向こうにその、うん、フェイスタイムだけとか、うん、あとなんとかってこう顔が見えるやつあるやんか、うん、テレビ、ズームとかね、はい、あれがあるだけで随分と気が楽だな。あ、まあ電話よりはそう顔の表情が見えてるから、うんうんうん、っていうのもありましたけどね、うんうん、まあ、僕はだ個人的にあのそういうゲストとか出たけど、メンバーはほらあのね、そんなできるだけ密を作らないようにっていう言われてるから、そうやったことなかったでしょ。番組は3人の番組はずっとやってたんだもんね。あ、そうですね、ラジオだけね、うんうん、あ、そうか、じゃあオンラインで何かこう話し合いをすることもなく、ことはないですね、まあ、アクリル板を立てて、あ、なるほど、片やマスクをしたりとかしたままやりましょうって言って、うんうんうん、これね、あれですよ、そのオンラインとかっていう時って、うん、じゃあオンラインにしましょうって言ったって、はい、すぐやりますよってできない人もいっぱいいるわけ、うん、ネット環境とかシステム的にね、できる人できない人がいるから、うん、だから先週ね、去年ですけど番組の中でボーの話しましたけど、ボーんちでやるときはスタッフが出向いていかなきゃいけないわけ。あ、そういうことだったんですか、はいはい、あ、なるほどなるほど、そうやってオンラインで何かやろうってするときにはね、うん、だからこれも割と寺田ちも、うん、かぎまちもネット環境はいい方ですか、はい、と思いますよ。必ずよりスピード速いかな。うん、あ、ね、スピードに凝ってたこともあって、これさ、そうでしたね。ね、あのね、なんでかっていうと、とにかく映画見たくなるわけ。じゃ家にいるから。で、サブスクリプションで、うん、映画も見放題みたいなのが出てきたじゃん。ありますね。あのネットフリックスとか、はいはい、僕は U ネクストっていうのに入ってたんですけど、うん、それからあとアマゾンプライムとかね、うん、それもあって。はい、それでこれ。画質も結構いいんだけど、ほんと時間によっちゃ止まるんだよ。で、こう、うちのシステムは良くねえなっていうところで、今度はネットで探し始めたら、うん、スピードを測る機械があるっていうので、で、それで行ったら、うちは良くて10ぐらいの、夜中で20出るか出ないかぐらいで、普通にやってると7とか8とかぐらいで、そのスピードはよくあんね、単位は。うん、ね、で、ネットでいろいろ調べて、こうすりゃいい、あすりゃいいっていうのが出て、はい、で、今うちは80、から90が平均して出るようになって、それはもう全然こっちが20出てればなんか普通にいわゆる
まあ、止まることはないと、うん、HD 画質ぐらいは見られるっていうことだ、うん、まだ80度からそんなに止まることはないんだけど、うん、柿山さんちいくつぐらい出てるの？うちはね普通でやっぱり6、70はずっと出てますね、うん、はい、じゃあちょっとうちの早いぐらいですか？そうですね、80は出ないから。寺田さんちは？俺測ったことないんだけど、あ、まあでも配信ライブとか普通に見られるから ストレスなくね、うんうん、こんな話を坊さんしても分かんないんだよ。分かんない。でもスピードは私も測った、うちすっごい多分遅いので、うん、測ったら多分集合住宅はどうしても遅くなっちゃうんですよね。集合住宅、あ、そうそう、集合住宅、ね、うちもそうだけど、だからそれいろいろ話をしたら、あの、このマンションはここまで入れますみたいなことを教えてくれたんだけどね、うん、それでその俺がネットで見たら20あればある程度見られるよって言いながら、うん、でもこの機械を使ってこうだったら150ぐらい楽に出ますみたいな、それも150みたいなところで、で俺はいろいろ工夫して80から90まで上がったんだけど、たまにもうそれが癖になってるから、うん、スタジオとかにこういう普通に Wi-Fi 飛んでるじゃない、うん、でパスワードとか教えてもらってパッてやったらさ200とか出てるとこあるわけ、なんじゃこりゃみたいなね、ちょっと驚いちゃう。やっぱ全然違うんですね、その場所によってね、うん、でまあね、そのネットで書いてあることを飲みするわけじゃないけど、でも20ぐらい出てれば、うん、普通に見られるらしいんだけど、うん、けど、うん、これをね妨害する機器があるの知ってますか？え、知らないです。何が一番妨害するか知らないでしょ。電子レンジ。そうね。電子レンジ。うん、電子レンジ。電子レンジつけた瞬間にドーンと落ちる。そうなんだ。すげえ、磁力すごいんだね。すごいんだと思います、電子レンジは。というところで今日の1曲目をお届けします。はいはい、2曲も行ってなかったですね。すごいですね。今年もしばらくはこの曲推しです。はい。はい、行きましょうか。ね、昨年の11月25日にリリースされました。はい、スターダストレビューはっきりしようぜ。最近眠れない、夢にさえ戻れないで、イライラフラフラアンバランス、笑顔も忘れて、マスクの中呼吸も絶え絶えの毎日で、言いたいことも飲み込んでいつも青い一息、気がつけば雨も降ってないのに、心の中で風切るけ、守るものさえもわからなくて、うずくまってる。はっきりしようぜ、わかるだろう、なんとなくじゃ終われない、すっきりしようぜ、心からはいつくばっても、笑える日が来る。どうでもいい答えも携帯握りしめて、スラスラもろもろ弾き出す、うわつらな事実、あることないことも言葉尻つかまえるように、感情炎上案の定上げ足取りに勤しむ、絵に描いた餅じゃ腹も膨れない、耳障りのいいセリフばかり、誰かと比べ安心しても不安抜くえず、はっきりしようぜ、ためらわず、気持ちよく眠るために、すっきりしようぜ、頼むから、出口のない日々終わらせるために、恐れずに誰に何と言われても笑ってみようぜ、とびきりの笑顔見せてくれ、はっきりしようぜ、わかるだろう、なんとなくじゃ終われない、すっきりしようぜ、心から這いつくばっても、笑える日が
来る。今年最初のナックでロックもこの曲スカッとしますね、はい、スターダストレビューはっきりしようぜ。さてまあこうなってくると2020年をね、こうあれが良くなかったな、これが良くなかったなみたいなところで年明けて反省会、そうそう、考えるじゃん今今年はそれを気をつけようみたいなところです。俺はもう明らかになったことがある、一つ、それはね、はい、俺がなんで、一応去年から4キロぐらい痩せたけど、この原因は何だったのか、普通に生活してただけだったのに、はい、この原因は何だったのかっていうと、打ち上げがなかったことなんです、単純に打ち上げしなかったら痩せていくんだっていうことを気づいただから俺は今年は打ち上げ気をつけようと思うんだよ。でも打ち上がらないことにはコンサートやってるから無理な、そうですね、無理だな、やっぱり気をつけようと打ち上げじゃないと飲まれないってこと、家で飲まれないから痩せられたんですね。あ、そうだよね、だってそれしか考えられないもん、俺去年から今年を考えた時に、どう考えたって同じようなことしてて、歩いてる数は増えました、まあ、歩きも増えて、でもね、そうだな、 1.5 倍にはいかないけど、歩く回数ね、距離は変わんないけど、それぐらい、ね、やっぱライブが終わった後ね、と楽しみですよね、お食事も、まあ、ただね、今年のツアー回っていくことを考えてるんですね、まずね、打ち上げいつもスタッフと一緒にね、わーってやってたけど、あの回数は確実に減るね、だってお金ねえんだもん。そうですね、経費考えると、はい、なかなか毎回はいみんなでっていうわけにいかないだろうな。まあ俺は今年はだから打ち上げ気をつけよう、気をつけましょう、はい、気をつけ、じゃあ気をつけること、はい、ジェボーさん、ですね、やっぱ去年買った洋服があまりにも少なかったで、それでも済んでしまうっていうことに気がついたので、やっぱ無駄な買い物をやっぱり今年も避けることはできるのかなというね。だってお店が開いてないんじゃないですか、そうです、洋服を買いに行くには。そうなんですよね、全く洋服買ってないな、どうなんだろうここまでぐらいが夏ぐらいで、それ以降もやっぱりで、秋で衣替えした時に、わ、買い物買わなくても十分やってけんだなっていうね、それはちょっとそこに気づかせてもらったのが良かった。だから買い物を気をつけてしようかなと思います。確かに服を買う人は去年は多分少なかったと思いますよ、きっと。家から出ないから、でも俺は例年通りだったな。俺いつも、アウトレットでバカ買いしてくるんだよ、はい、あ、それはちゃんと行ったんですねそう、行けた長い、去年の何月だっけな、8月くらいかな、大人買いしたんだね、ドッカーンとか、そう、バカ買いする、だからそれは買わなかった。年に2回くらいで俺は自分のまあ、衣装というか普段着とかね、取材とか使うものもあるから、ああいうのを仕入れておくのはみんなそれだったけど、だから意外と買ったね。あと、今は宅配がすごいから、そうなんですよ、あのね、身につけないと買えないものとかもあるじゃんか、それもお試しできるんだよね、宅配で例えば靴とかも何足も取り寄せて、合うもんだけ買って、あとは返せばいい。ああ、そういうシステムありますね。あれすごいね。そうですね。靴なんかだからね、やっぱり行かないとちょっと履いてみないとっていうのはありましたけど、ね、確かに試しに履いて返品交換できますよね、今気軽に。確かにね。柿田さんなんかあるのさ、今年気をつけなきゃ。ゴーと逆で、あまりに去年ね、自分のものをこう処分した数が多くて、これなんかいらないものを買いすぎだなっていう反省があって、あ、断捨離されたんですね。そうそうそう、だから今年はね、なるべく本当に考えて考えて必要なものだけを買おうという決意ですね。もうじゃあお部屋がすごい綺麗になりましたか、断捨離。いや、まだまだですね。ですね。あ、でも随分こう軽くはなりましたね。で、いらないものの買った代表は何だったの？いらないものはね、俺ね、本当にここであんまり話したくないんだけど、電気機器もいいなと思って買って箱から出してない。バカじゃないですか。何買ったのそれ？そこ、ターンテーブルとカセットと CD が一つのコンポみたいに入っついてて、で、CD に焼けたり、あと USB かSD カードにこう落とせたり、そう、音源をこのアナログやつを、それね、俺3年ぐらい開けてないかも。
だってさ俺もあこれいいなと思ったけどやっぱりさあれって音質的には俺たちが満足できるレベルであるはずがないんだよ。俺もいいなと思って、うん、でこれで俺分かっちゃったこう今までのやつをあの処分できるんだったらね。あそう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 レコードもね整理してね。でも開けてない。開けてないんですね。開けないまま捨てちゃったんですか。いや捨ててないですよ。置いてるんです、ね、もうそのままもう。しかもこういうのって梱包さされたもの日々良くなってくるから、うん、3年前のもんなんかメルカリ出せて200円ぐらいしないですよ。電化製品ってのはほんと進化しますもんね。すぐあっという間に古くなっちゃう、うん、そうですね。ねえでも買っちゃうんですね。買っちゃうんですよ。でも俺はねその先のことで言うとねあのおそらくさっき鍵も言ったようにアナログ版をどっかもっと簡単に落としたいとか、カセットとか MD だとか CD とかね、はい、あの簡単に処理しておきたいっていうのもあるけど、うん、もうねそれ捨てるしかないなきっとな。俺も今あの例えばカセットテープね、はい、これもうやっぱり貴重なやついっぱいあるわけですよ、はい、俺はうちの音源もそうだけど、はい、それからあと当時僕らが中学校高校生でエアチェックしてたライブインジャパンの音源とかはもう出てこないんだから。聞けるんですよね今でも。聞けるあのカセットがねえからあれだけど、うんうん、あそうか。で再生聞けない意外と YouTube で、うん、あの音源だけ聞けたりするのもあんだよね。あそういえばね、うん、ちょっとあの話ゴロッと変わって申し訳ないけど、はい、この間実はうちのスタッフに話をしたんだけどあのネットニュースに出てたんだけどボブ・ディランとジョージ・ハリスンが、あ、ジョージ・ハリスン、はい、ジョージ・ハリスンが1970年に秘密のセッションをしてで、その音源があったのたくさんね、はいはい、で、一部にはそれが流出しちゃってて、うん、ブートで出てたんだ、ブートで解読版でね、はいはいはい、出てたんだ、はいはい、それが去年の年末に突然3枚組で正規に発売されて、それも告知もなし、しかもロンドンのとある小さなレコードショップ、レコードショップで限定版でポンと出て、はい、ですぐ当然完売するよね、毎日ね、はいはいはい、それで終わりになったの、うん、でこれはなぜやったかっていうと、はい、今のこれは日本もそうだと思うんだけどイギリスとか、まあ世界的なルールの中で、うん、音源って50年経ってしまうと、うん、誰のものでもなくね、パブリックドメインっていうのは。そうなんですね、うん、そうそう、じゃあちょうど50年になるギリギリに、うん、70年のやつだから出したんです、ね、そう、それを一度でもリリースするとその本人が生存している場合にはより延長されていくんだよ。あ、そう、日本でもユニバーサルかなんか全部買い取ったんだね。あ、そうですね、300億手に入るわけですね、今。それはもう手に入るんだよ。あ、そっか、うん、だからそれは何でかっていうとブートレグっていう、要するに違法で出てるやつがあるわけ。これがもしその時の音源を出してなかったら違法じゃなくなるわけよ、この方。あ、だからこれは困るわけさ。なるほど。ボブ・ディランやジョージ・ハリスンさんの身内にとっては。あ、そうですね。だから正規版が出てるってことは相変わらずこれは違法なものだっていうふうにしよう。証拠を残すためだけのリリースだったんですかね。じゃないと勝手に作ったものが、ね、作って自分の好きな金額で売って手に入ってくるわけだからっていうふうになる。それを避けるためにボブ・ディランさん の, あの著作権を管理してる会社はわざわざその限定版にして3枚組でドドンって出して、うん、あっという間に世の中に一つも知られずに、うん、本当に話題にもならなかったけど、うん、でもある一部でだけでね。で、はい、ニール・ヤングもよくこういうことしてるんだよ。で、どうもおかしいなと思ってたんだ、はいはい、昔の音源やたらと出すなと思ってたんだよ、うん、でこういうことだったんだって気づいた。だから俺たちも、まあ俺たちもっていう話だけど、もうその50年前ぐらいに撮ったカセットの音源とかは、うん、もう音がめなしになる可能性がある。なるほど。日本はね、また別のルールがあるらしいんだけど、ね、あるんだよね。日本とヨーロッパとアメリカでルールが違うんだよね。それもややこしいでしょうね。ややこしい。あ、うん、ヨーロッパ75年とかだから、うん、ビートルズもう50年以上の楽曲あるにもかかわらず、それはもうフリーにはならない。そう。日本はまだ全然。そうだね、おそらくね、あの管理会社とかが強いんだと思うんだよね。だから、あの今そういうパブリックドメインっていうのがね、だってさ、あのそういうこれも、うん、この番組で昔話したかもしれないけど、美術館とかも、はい、そういう大昔の作品とかあるじゃんか、はい、あれとかが普通にカシャカシャ撮って良くなってくる美術館もあるんだよ。あ、そうだよね。でも大抵は一応常識の範囲内でやめさせてるんだって、うん、日本の場合は、うん、
あと原画とかもそのまま使っても良くなって、昔だったら使えないじゃん、そう例えば、じゃあピカソの絵使いますまんま原画のまま使ったら、これは当然著作権とか破産するけど、そういうものが年とともになくなってきた、映画もそうじゃんか、うん、今、ね、すげえ安く売ってる映画は50年経ってしまった映画とか、あのモノクロのね、時代のやつとかね、は出てますよね、まあ、僕らの音楽もそういう著作権ビジネスだけど、でもね高すぎだよな本当に、やっぱり、そんなことをやってから音楽が違法に出回るものがね、お金かかっちゃうからっていうね、感じがあって、なんか俺は今年はねそういう著作権ビジネスがもうちょっとね安くなって、いくといいなって、そのきっかけになるようなね、音楽が、だってサブスクなんていうのはさ、もう割と俺がネットで見ただけだけども、そんなにさこう分配が高いわけじゃないのよね、すごいよね、だからそれが本当にミュージシャンのためになってんのかっていう、しかも聞きたい音楽じゃないものが聞かれてるのに、聞かれてない人のところにお金が入ってきて、逆に俺の音楽を目的で聞いてるのに他の人たちに分配されてるっていうのが本当にいいのかっていうのもあるじゃない、だからね、やっぱり本当に音楽自体にね、そのなんだ価値を考えるっていうのはね、今必要なことかもしれないなってふと思いましたけどね、寺さん聞いてなかったね、気をつけなきゃいけないこと、まあ去年に引き続いてやっぱコロナ対策ですな、ね、あのツアーも始まるし、去年は移動っていうのが本当にコロナ禍になってなかった、1回だけ音一の時だけだったんですけど、今年はもう本当ツアーが始まって、このスケジュールとか見ても飛行機とか新幹線とかたくさんね乗る年になるからね、それは気をつけないと、自分がまずなんかかかって元になっちゃいけないなっていう、ことは思いますね。俺は去年 の、あの一番の買い物は加湿器、あんまり、ね、あんまり気にしないの、俺ツアーになってもう大丈夫だ、俺の喉はって、加湿する必要がない喉になったって勝手に思ったから、まあ、もちろん部屋の中に入ってるし、カラカラの時には少し、出したりもするけど、基本的には喉を鍛えていこうっていうのがあったから、あんまり部屋でも使うことはなかった、でもちろん部屋にはいつも湿度計を置いておくんだよ、でうちは夏はそうでもなかったけど、秋から冬で 30% になり始めてて、そしたらやっぱり40から60が適正だって、でそれが、あのコロナ対策にもなるっていうのがあったから、これは加湿器買わなきゃっていうところで買ったんだよ、もう立て続けに1台買ったら、あこれはいいって言ってすぐ2台目買う方だから同じものを、やっぱ調子いいですか、調子いいね、というのあった、あとねもう一つはね、さっきの寺田の話じゃないけどね、新幹線のグリーン車で配るおしぼりが大好きなんだよ俺、あれしっかりしてていいよね、あっておっしゃってましたね、一心棒のね、やつなの、それがまあだから新幹線とか行き帰り乗ったりとか、あとたまにポンポンと行けば3本ぐらい集まってくるわけさ、で我々新幹線の中で使うことはなくて、いつも家に持ってきて、あれがまた雑巾代わりにも何でもなって、大体1回使うと、まあ 4、5 日は楽勝で持つんだよ、本当に破れないんですね、でそれ家に溜まってたんだ、でそれがもう秋ぐらいにいよいよなくなって、さてどうすると、よし、さてどうする、お金おしぼり買えばいいじゃないですか、だけどそれがお気に入りだったんです、なるほど、ネットで調べたんです、調べた、そしたらさ、芸能人に話題のグリーン車のおしぼりってちゃんと出てくるんだよ、で俺が一つ読んだのは、あのこれがないとこの人は怒るっていうマネージャーが何かを発表するっていう番組が何かあったんだって、そこで笑福亭笑瓶が、マネージャーが持ってきたのがそのおしぼりの話だったんだって、あ笑瓶ちゃんもそうなんだと思って俺もそうだったけど、で俺はだから家で集めてたのが、そう最大で一番多い時は20本ぐらいあったと思うんだ、それをこのコロナで全く旅がなくて、でまあ名古屋の一日があったから、あの時2本増えたんだわ、そうだ、ね、でもまだ結構秋にはもうそこをついて、それでネットで見たら、あのこれが業者にしか販売してないみたいなところだったけど、それが最近売り出したっていうのがあって、これじゃねえか、あでもやっぱりそれが欲しいっていう人がいらっしゃるから売り出したんでしょうね、きっとね、日清も、しかもそれに合わせて見たら、メルカリに売り買いしてるんだよ、それで、あそれおしぼりを、新幹線おしぼり、物によっては乾いてしまっているものもありますが、
濡らせばすぐに元上になりますみたいな、そうそうそうなんだよねみたいなことで、ガンガンソールドアウトしてるわけ。へで僕は見たのは100本で、100本でワンセットになってて、それで3000何百円かな、で30円ぐらいじゃんか、それだって。そうね、安いよね、うん、でこれもあの僕が情報見たら色分けされてて、あのランク的に ABC ってあるんだよね。おしぼりって白でしょ、うん、そうだよ。でもその外箱っていうか、まあ便宜上色がついてて、青紫、ゴールドってなってるんだよね、はい、で、うん、厚さなんだね、要は。それで新幹線のやつはそうゴールドらしいんだよ。あ、しっかりしてるんですね、一番ね、うん、で嫁さんはあんな何回も使わないで、あの何紫ぐらいで、あの100本もあるんだったら使えばいいじゃんと思ったけど、いや青と紫は400本でその値段なんだ、うん、あじゃあ全然違いますね。違うんだね、きっとね。だから2ケース分で同じ値段だったけど、うん、でもあえてやっぱり僕は新幹線のが好きだからね、これしかないみたいなところで。買ったんですか？もちろん買いましたよ。家には今大量に。おしぼり。これがいいんですよ。だからあのなんかね、何に使おう。例えばさ、食事のたびにお手拭きあるじゃん。うん、あれって濡れすぎてたり、濡れ足りなかったり、あと簡単に言うと、うちのダイニングテーブルはガラスなんですよ。はいはい、そう。拭くと跡ができるわけ、うん、あ筋がね、うん、全然つくつくつく、それがないんですよ。なんかそう言われたらちょっと欲しくなってきますね。そうですか。いや、ま、ちょっと前からその話を聞いてて、ね、そんなにいいと思ったんですけど、熱弁してるけど俺は別にいいかなっていう。いや でもさ、だから、うん、俺も結構貯めてる方なのよ。でお客さん来ると出すと、うん、これってって言って結構すごい興味を示されるわけよ。これは新幹線のグリーンについてるおしぼりなんだ、すごい便利だからって言って、みんなやっぱね、あまり見てないんだろうね。俺はね、新幹線の中で使ったことないのよ。だって1回しか使わないっていうのはあまりにももったいないっていう。確かにね。俺も持ち帰る。な、持ち帰る。だったら俺は手洗ってきて、あのトイレで手洗ってハンカチで拭くよっていう感じ。そっちの方が全然いい、うん、これは一度で終わるなんていうのはもうもったいないよね。どんだけ金持ちだよ。ものすごい思って聞いてて、同じことやってんだな。ただ俺はあの来客用ですから、うちの場合は100本、うん、なんなら売るよ俺。じゃあ私売るから一緒に。まさか新年早々おしぼりだと思う。それがおしぼり今年はいっぱいね、たまるといいですよね。そうだね、そうですよ、ね、そうだ、そうですよ。買うことなかったじゃん。そうですよ。たまりますよこれから、ねね、大丈夫、私がじゃあ買いましょうか。なんなら番組でプレゼントしてください。先週のね、去年のね、2020年の漢字一文字、うん、これもね、じゃあセットにおしぼり1本つけて、別売りだよ、もったいないよ。売りってなんだよ、売りって。これすごいんだわ、ね、じゃあ別バージョンで、はい、あまあいいや、じゃあそうだね、曲聴いてる間に あれだ、その応募の仕方とかを検討しよう。はい、まあ、曲は何いきましょうか。曲は何ですか。はい、じゃあ猛作の中から、なんだ今年働きたいだな。そうだね、働きたい子、うんうん、そうですね、はい、じゃあ1曲目の年次猛作から働きたい男のバラードを聴いてちょうだい。
ナックでロック。アルバム年中模索の中からスターダストレビュー働きたい男のバラッド。今年は働く年に、働きましょう。はい、いろんな場所に行って働く、そんなに待っててくださいね。はい、メイクザフューチャー FM ロックファイブ。さあ、先ほどね申し上げましたけども、昨年のね最終週で、番組の中で今年の一文字、2020年の一文字をみんなで漢字で表しました。はい、柿沼さんはタク、はい、寺田さんは何でしたっけ、外ね、で坊さんが食、うん、そして、かんちゃんが野菜の菜、うん、僕は、伝わるの伝、はい、ということでね、この5枚を、うん、セットじゃないよ、うん、一人一人誰何に行くか分かんないけど、これ一応聞いてる人たちにねちゃんとあげたいんで、はい、応募はホームページからメッセージで、メッセージともに書いていただいて、はい、住所とか名前とか必ず書いてもらって、ね、でキーワードを入れましょうか、はい、頭にキーワードね、おしぼりあげるんじゃなくてキーワードになりましたね、キーワードおしぼりって書いて、18日はい、再来週ですね、うん、1月18日の月曜日一着ということで、うん、そうですね、はい、そこまで来てれば、そうですね、ましょうと、おしぼりだけに、おしぼり絞って5名、はい、プレゼントいたします、はい、はい、どなたのが行くか分かんないです、うん、はい、残念ながら坊さんの方行く可能性もあります。残念ながらね。ショック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 。俺もショックって聞こえてる。違いますよ。ショックです。すげえこと言うな。食べる。食べる。食べる。違います。食べるです。はい。はい、ということでね、もうこうやって年も明けて動き出してるわけですから、そうです、僕たちは本当ツアーに、ね、石原に。これ邁進して、いいライブやっていきたいと思います。そうね、そう、たくさんメッセージいただいてたのでちょっと紹介させてもらいましょうかね。これは、質問でラジオネームマリリンさんに、せちがらい世の中ですが、最近キュンキュンしたことありますか。音楽、食べ物、ふとした瞬間に感じたことがあればぜひ教えてください。ちょっと楽しいな、キュンキュン。あ、俺、去年テレビが壊れたんですよ。で、私は町の電気屋さんから買ってるんですよ。はい、量販店じゃない、でそこのいつもの人に電話して、テレビが壊れたんですけど、いつもそこから買ってるんで、あ、他の人はちょっと待ってくださいねって言って、もう物の30分もしないうちに台車ならぬ大テレビを持ってきてくれて、だからそこで注文した、じゃあこれ注文を受けたやつが来るまでこれ見ててくださいって、その対応にすごいキュンキュンしてた。あ、すごい、大テレビですよ、台車じゃなくて。それやっぱり量販店では絶対してくれないことですよね。すっげー嬉しかった、それが。なんかこんなことやってくれるんだ、やっぱね、町の電気屋さんにはちゃんと役割があるんだなって思って、俺それはちょっとキュンキュンしましたね。確かに、うん、設置場所とか大丈夫だったの、うん、普段使ってるのと同じやつ、ちょっとちっちゃいやつと、ちょっとじゃ画面ちっちゃいけどこれ使っててくださいって言って、 あ、そうか、その前のテレビもどんなもんだか知ってるから、もちろんなら適当にここで置けるなって。そうすごいね。で来て、だってテレビないとつまんないでしょって言われて、その通りなんですって言って、本当なんか物の2時間ぐらいだったかな、電話して持ってきてくれて、それすごい嬉しかった。かかりつけ医みたいですね。いや本当に。とかその後も電子レンジも壊れて、それも電子レンジも買ってっていうやつ で配線とかも全部してってくれるんで、僕にはとってもありがたい電気屋さん。坊さん、なんか悪い電磁波でも出てんじゃないですか。電磁波だって俺電磁波電子レンジよりきつかったりして俺がなんかやるとスピードが遅くなっちゃうって、僕が近くにいる。なんかありませんか、皆さん。なんかキュンキュン、キュンキュン、俺は何だろう、車かな、スーパーセブンって車、去年車検で、それまで調子悪かったんですよ。で、なんかバックファイアが多くて、パツンパツンって音がして、エンジンのパワーがなんか、落ちちゃう現象がずっと続いてたんですけど、それがね、車検に出した、やっぱりね、直してくれる人はスペシャリストなんですね。だから一発でね、それが解消して、すごい快適な車になった。自分でどこが悪いか分からなかったんだ。うん、だからバックファイアの原因でよく考えられるのは点火系が多いんですけど、うん、その人はキャブレターの調整で直してくれちゃいました。キャブレターって何ですか。キャブレター、なかなか 今の車にはついてないからね。要は燃料を送り込む、なんだろうね、その燃料と空気を混ぜて噴射する装置。噴射装置、燃料噴射装置ね。そうね、今そんな車電子制御になってて、それが各メーカー違ったんだ昔は。今それを問題にする人いないね。昔はあれの出来がどうのこうのってよく言ってたけどね。
居心地が抜群になったんですね。もう全然エンジンの音まで変わってね、うん、気持ちよくて。メンテナンス大事ですね。柿山さんは？この去年まあずっとね、あのコロナ禍で散歩とかも行くじゃないですか。でそうするとあの田舎なんで、あの信号のついてない横断歩道があるわけですよ。でそれが結構広い道 で、うん、でそこの横断歩道の横に立つわけですね、うん、もう向こうに渡りたい。でその時にですね、もう全然止まってくれない車の中で止まってくれた横断歩道は、うん、信号はないんだ、うん、ないんですよ。でも怖くないですかそれ。あ、でもどのタイミングで渡るんだ。だからあの本当は横断歩道のところに、歩行者が立ってたら止まんなきゃいけないっていう法律があるんですよ。普通はね。でそこでもうこれ見よがしにもうすごい流れてるところにこう車の方を見てたら1台だけ止まってくれた。ありがとう。普通なのかもしれませんけど、でもずっと行かれてたらそうですよね。そうそうそう、もう渡る、ね、タイミングなくて、うん、で立ってたら止まってくれた瞬間をちょっとキュンってきました。まあ確かにね、うん、そのじゃだったら信号つけろよってみんな話だけどね。いや予算があるんですよ。予算とかでもそうやって渋滞って起こってくるわけだから、世の中がそうやって普通にあの動いてたら、うん、みんな信号もつけないだろうねきっとね、うんうん、今だってあのランナバウトっていうのかっていうところもあるよね今です。あの信号がなくてこう円形に入ってくるんだけど、ね、交差点がサークルになってるね、うん、そう。ちなみに埼玉県羽生市にある。それをこの間体験したの、はいはい、あれ、うん、あそこ行った、うん、あのねあの僕ら友達と4人で車に乗って法事に合わせてちょっと友達と帰ってて、はいはいはい、その羽生の、はい、あのホテルにも泊まったんですよ。あらしいですね。あそれでその時にそのホテルを探すのに、うん、さんこの先ランナーバウトになってんですけどって言って、うん、で、うん、こんなもんあるわけないじゃん、ただのなんていうの道が狂って待ってるだけだよみたいな。本当にそういうランナーバウトになってた。へえ、そこにしかないんですか。他にも全国的にあるんでしょ。県内には何か所かあるんですけどね。ああ、そうか、やっぱ羽生市信号つかねえんだなみたいな。いや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 、羽生やっぱりね、羽生っていうのはやっぱフランスっぽいんですよ。羽生、ね、だからもう凱旋門の周りを回るようなほらサークルになってるわけですよね。カンちゃんいたら何て言ったのねえ、カンさんキュンキュンしたことってなんかないんですか。なんかね、あの散歩っていうかウォーキングで公園の中歩いてんだけど、これキュンキュンじゃなくて逆キュンキュンなんで切れる直前だけど、あんま聞きたくないね、うん、いつからかその、うん、やっぱりさ、人が歩く道は天下の往来ね、はいはい、これ開けるのが普通ですよ、うん、何があってもそこを開けといて、例えば立ち話をしたとしても人が来てたら寄るよね、うんうんうん、でも今はあ別に立ち話しててもこのぐらいなら通れるだろうっていう時にどかないわけさ。もちろんその隙間を歩いていくことはできるよ。でも俺はいつからこんな風になっちゃったんだろうと思ったの。大抵は歩けようが歩けまいが自分が往来のど真ん中にいることをはばかるはずなんだ。それをそうしなくなっちゃったんだよ。それが多くなったんだ。それは切ないなーっていうのがある。別に昔ね、僕これは当時のうちのスタッフに言われた一番嫌だなと思った一言、もう今その人いなくなっちゃったけど言われた一言が、あのよくタバコをポイ捨てする人だったっけ、その人はね。でそれは僕らもよく言ってたんだよ、その人に。そしたらその道はね、みんなのものだと、うん、ね、うん、だから俺のものでもあるんだっていう言い方をした人がいたわけ。でもさ、みんなのものまではいいよ、俺はそれでいい、うん、その後のみんなのものだからどうする、みんなのものだから自分のものじゃないっていうのか、みんなのものだから俺のものでもあるっていうのかによって人間って変わっていくと思うんだよ、うん、で俺はどうも最近は後者の人が多いのかもしれないなと。なんかその往来で来る来ないはともかくとして、やっぱりそこではばかるとかね、そういうことがあったら楽でいいのになって時に、その時に俺嫁さんに、でもそういう時にあの軽減そうな顔して通るんじゃなくて、すいませんって一言言うと向こうもああごめんなさいって言うよって嫁さんに言われた時に、はたと、ああそうか、俺もちょっとなんか慢心というかちょっと偉そうにしてたのかなって自分で思ったのは、自分を戒めるね、去年の自分の一番のキーワードだったかもしれない。だから
あるときはすいませんって先に言っちゃえばいいんだなっていう、まあ、そうですね。そうするとまあ向こうもね、避けるわけ、それすら言わない人もいるけどね、まあでもしょうがないね、世の中はもうそういう風になってきちゃってんだなと思って、というふうにね、いい話に感じた。だからキュン、はい、逆キュンちょっと切ない特にあのお子さん連れてたりすると、やっぱり中にはいるんだよ、ほら人が通るからっていう人もいるけど、なんか子供だから何も言わないっていう人が多いんだよね。なんとかそこはほら人がいるからっていうようなことじゃないんだよね。もうちょっと切ないなと思った。まあそういうことが私はね、なんかそういうあの去年そういう特にあの人との距離をとても気にする。そうですね、気にしなきゃいけなかったから、ね、なんか近づいちゃいけないっていう、そのエレベーター、エスカレーターですら3つぐらい開けようかとか、そういう状況だったからね、というのがね、ありました、まあ、はい、もっとね、もっとなんかその人の距離がやっぱり世の中を生み出してるわけだからね、近づきたい、ギスギスしない、ね、世の中になってほしいなと思いました、うん、はい、さて今日は今年最初の放送なんで、はい、メンバーでね、ちょっとアコギで歌い初めというところで、嬉しいです、まあ、こういう時はデビューシングルが、ね、いいかなと。僕らは6人で活動してるから、あの2人いないとグダグダなんで、でもグダグダでもいい曲を歌うんですけど、グダグダだよね。ちょっと、ね、この曲やります。大丈夫ですかね。こんばんは、スターダストレビューです。僕らのデビューシングル週末お年頃を聴いてください。どうぞ。 2, 3, 4 Sugar Sugar Sugar、 あなたと腕組んで歩きゃ私も嬉しい、あなたが笑えば私も笑う、二人で寄り添っていられりゃこの世は楽しい、ブギのリズムに身を任せてあなたに抱かれてゆらゆら揺れるキャンドルライトの その笑顔を聞いてね、もう一緒にいた時にわーって口開けて、歌ってくれればよかったと台無しになっちゃう。でもね、なんかライブでもきっとみんなマスクの中で歌いますよ。そうだね、だから本当にあのコンサートはね、僕らもあのガイドラインっていうのがあるけど、それも交えてあの面白いコンサートますんでですね、ぜひあの9日からの、そうです、今週のしておいていただきたいと思います。土曜日日曜日ね、スタートです。はい、あのあちこち回りますけども、まだちょっと怖いよっていう方ね、1年半のツアーの中で、この関東あちこち、まあ、全国も行きますけども、ね、今怖いよっていう方はちょっと間を置いてから来てくださってもきっとツアーは続行してると思いますので、やってます、またね、来ていただけたらと思います。はい、ということで
もうプレゼント、そう、もう一回言っておきましょうか。はい、ね、あの昨年、メンバーの皆さんと菅さんに書いていただいた2020年の一文字ですね、はい、これ5名の方に差し上げます、はい、キーワードはおしぼり、はい、と書いて受賞名前電話番号お忘れなくお記入ください。お待ちしております。はい、はい、ナックファイブのホームページなど番組ページ、もちろん質問やメッセージリクエストも待っています。はい、それでね、はい、じゃあまあ、はい、今年ね、抱負、はい、今年の抱負なんかある？私はあの今年後役なんで、今年1年頑張れば役抜けられるかな、ね、役抜け年に、そういうこともある、役もバンドも抜けるっていう、手叩いてんじゃねえよ、手叩いてんじゃねえよ、誰も否定しないんで何、はい、かありますか。はい、もういや特に今年だからっていうのはあんまりないんで、もうとにかく、うん、あの久しぶりにお客さんのねいるライブができることを楽しみにしてます。はい、はい、そうですね、無事ツアーをこう駆け抜ける、覚悟で、ね、やりたいですね。はい、俺はねこの体型を維持しようと思ってよだって去年の誰も人に会わない時期に痩せてて、これでツアー回り始めたら、なんだいつもと体が変わんないじゃんって言われたら、ちょっと悔しいじゃんか。洋服もだって ね変わりましたよ、4キロとかだって。ワンサイズ変わったもんね。ああ、じゃあもうそのままキープ。でもね、あのね、一番嬉しかったのはね、顔がシュッとしたよって言われたの。ああ、そうだ。これは、俺顔にはまず出ない人間だから。いや、でも全然違いますよ。四角い顔がちょっと、あの、自分の人生の中で、シュッっていうのはないのよ。痩せ型とかっていうのもない。今回はちょっとね、それに近い、ちょっと近い形にお見せしたいです。お見せしたい。軽々とこうステージをね、表す。私をお見せしたいなと思ってます。濃度は、あの、休んだ分、ちょっと回復してるのか、衰えてきたのかよくわかんないけど、これはツアーになってからしかわかんないけどね、濃度で、やっぱりね、いい歌を皆さんに届けたいなと思ってますので、ツアー楽しみにしててください。はい。というところで、1月4日、2021年、明けました。これからのスタレミの、はい、仮装ぜひね楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ということで楽で録、初回放送はここまで。お相手はスターダストレビュー根本要とベースの柿沼とドラムの寺田と、パーカッションの郷林とそして久保田由美でした。はい、じゃあ来週もまたラジオの前でお会いしましょう。どうもありがとう。